ボン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 。よし、いい感じで戻ってきたから、こっからね、離さずにずっと掴んでいく。お前をずっと離さない。よし。で、こういうのはね、伸ばしたり引っ張ったりしてね、これで位置調節する。こういうこと。よし、いいんじゃないかな。まあ、まだあんのか、上に。これも離さず行った方がいいな。ちちえ、で、で、で、やばいやばい、やばい、あいつ。タフだからな。これ横に普通に行けばできるかな。よしよしよし、いい感じやな。いや、待て、待て、待て。よし。離さへんで。おっ、あ、うわあ、マジか。やったー。どこ、あ、ここか。よーし、残機ゼロってのもちょっとあれだけど、あ、ファミチキ食いたいな、ファミチキ。おお、やった。あ、待って、ボス？ボス？ボス？うわ、ボスだ。なんだこいつ。うわ、ミイラ男だ、ミイラ男。強そうだな、こいつ。やばいやばいやばい。ああ、ああ。HP ねえんだって、こっち。おお、待って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 。おお、あっち行った、あっち行った。あっち行った。やべえぞ、やべえぞ。うわ、なんだなんだなんだ、攻撃方向変えてきた。これさあ、嘘だろ。うわ、もうやだ、もうなんだい、強えな。マジか。よし、戻ってきた。お、こっちか、こっちか、今度はこっちか。パターンだな、パターンだな。こいつが現れるまではちょっとこいつ無敵なんだな。まだだ、まだだ。近づいてきた、近づいてきた、近づいてきた。いけ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 。うわ、マジかよ、ふざけんなよ。あ、チェーン強くなった、チェーン強くなった、チェーン強くなった。これいけるぞ、今度勝てんな。近づいて、近づいて、近づいてきてる。まあ、ムチバリア、ムチバリア。あ、いいね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 。これやべえ、近くじゃねえの。試合とは関係ないんだけど、ちょっと、俺今、ピンマイク刺してねえわ。やべ、ピンマイクくっつけてねえ、自分の近くに。音拾えてっかな、大丈夫かこれ。ちょっと大声で喋るのダメだ。やばい、やばい、やばい。いけー、あ、あー、いける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 。よーし、勝ったー。ピンマイクは、よーし、勝ったー。あ、飛んでん、飛んでんと。うわー、やったー。うお、あ、次ラストじゃない？なんか見る限り白入ってくでしょう。やっとラスボスか？次でステージ B。 よし。うわ、なんだあいつ、キラーマシーンみたいなやついるけど、やべえな、あいつ強そうだな、こいつ。やばい、おーっと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 、あー、やべやべやべ、落ちる落ちる落ちる。結構ダメージ高いな、キラーマシン。キラーマシンはな、あれだ、ドラクエの世界でも殺戮用マシンだからね。古代に開発されたっていう。やべやべやべ、落ちろ落ちろ落ちろ。え、間のろうそくいっぱいあったけどさ。あ、やっと悪魔城か。うわ、下やべえな、なんだあれ。カッパの皿とな、あ、
うわうわ、早く行かないと早く行かないと、これやばいやつだ。ちょっと驚いて川の向きから変えてねえよ。あ、こっちこっち、いけるいける、うわあ、マジか。やべえ、行けたはいいけど、なんだここ。もうやばい、おとろおとろしいよ。うわ、なんだこれ。うわ、またこれかよ。さっきも来たよ、これ。あ、やべえ。でも、下から、ノコギリ来なくなったの、よかったな。肉食いてえよ、肉。うわあ、来た。またこれだ。嘘だろ、それなしでしょ、それは。またこっからか。ついにね、ここまでやってきました。ということでね、ここ来るまでね、もう何時間か、うわ、もうここもね、すっごいこの面きつい。特にここがね、きついね。俺は通称カッパの皿って呼んでんだけどね、このカッパの皿がマジできつい。ここで何度も死んだ、この足場のとこ。ここだ、ほんと崩れっからさ、しょうもねえ仕掛けだよ、ほんとね。もう1時間半ぐらいここで足止め食らってんじゃないかな。ほんとしょうもねえな。やばい、またここまで来れた。ここだよね、問題はね。どう行けばいいんだ。あー、もう無理だこれ。よし、ね、3回目死んだ数は多分100回。これ、あー、ダメ、4回目です。あー、ダメだ、5回目です。6回目かな、7回目です。8回目でございます。9回目です。10回目ぐらいかな。お、待って、いけんじゃないこれ、いけんじゃないこれ、いけんじゃない、いけんじゃない、いた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 、やった、やった、いや、いけた、マジか、やった。え、うわ、なにこれ、うわ、もうやばいじゃん、なんだこれ。え、うわ、ろうそくがめっちゃある。全部炎か、でもハートか。うわ、ちょっと興奮しすぎてね、やばい、テンションが。でもね、こっからだからね。なんだよ。え、ボス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 。え、待って、待って、もうラスボス？え、待って。え？あ、なんだこいつ。なんだこいつ。やばいやばい、痛い痛いです。何これ、これ。トリコの GT ロボでしょこれ。あ、いけんじゃないのこれ。これ、これ、これ、あ、やばい、やばい。あ、なんか、壊れた、なんか壊れた。やばい、やばい。あ、痛い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 。あ、ずい、やばい。あ、こっからか。うわ、強。何あいつ、やば。あ、強っ、なんだこれ。ちょっと待って待って待って、あっ、そー、強いよ、マジか。あのね、今ねコンティニューしたらね、あの、こっからだね、ボスからだ。これ親切設計だね。あ、いた、いた、いた。あ、ちょっと一発開いて。あ、倒した。やった。やっと倒した、GT ロボ。すげえな、やっぱ。お、肉。お、これ肉。肉もらわねえと無理だって。
つやって絶対また即死系のトラップとか来るでしょう。なんだもうラスボスじゃないのこれ。めっちゃ憎かったな、超親切でしょ。ラスボス？ラスボス？来た来た来た。うわ、なんだこいつ。待って、これ。やば、なんだこいつ。こいつラスボスかこれ。うわ、なんだ。怖っ。めっちゃ飛んでいるし。怖っ。あれ？でもこいつなんか弱いぞ。ここ上いれば、赤くなったんだけど。何これ、茹でられたカニみたいな感じでしょ。こいついけるんじゃないのかな。もうパターン入ったんじゃん。弱っ。でもボス2連続はやばいでしょ。マジでボス2連続とかマジありえないんだけど。さすが悪魔城だな。なんか武器ね、やっと肉。いや、あった。武器欲しいな、サブウェポンね。待って。何このボスラッシュ。これ死んだらまたアイスカーじゃねえの。キエンザン来た、キエンザン来たんだけど。怖っ。ムチバリアでなんか。ダメだ。どうすりゃいいんだ、あいつ。ここからだ。いつもダメージ当たるんだよ、だから。なんだ、引っ張る。なんだこれ。ムチバリアするしかねえな。近づかない方がいいわ、キエンザンの時。なんか引っ張られんもん。あいつのすげえ吸引力、ダイソン並みの吸引力で引っ張られっから。なんだあいつ。吸引力の変わらない、ただ一つの掃除機だな、あいつ。ダメだ。痛い。俺が下手すぎて、ミスる。マジかよ。待って。こっからじゃん。マジですげえ親切だな。悪魔城ドラキュラめっちゃ親切じゃん。あのね、毎度のことながらね、あのピンマイクをね、自分の近くに挿してないっていうね。まあだからちょっとさっき声遠かったかもしれない。まあしょうがないね。死神、こんな可愛げのね死神だな、ほんと。エンドコイチのね、死神くんめっちゃ可愛いから。こっちの方が不利だもんな。こぶこぶ言うても。あいつが今みたいにカマやってきた時がチャンスってことだよね。これ。いける。あ、来た！あ、やった！倒した！ほら、成仏しろよ、マジで。でも、HP もやばいんだけど。次、どんなボス来んだよ、マジで。何？離れになった。カリオストロの城みたいな感じなんです。あ、肉。やった。肉ねえの、マジで。わ、手裏剣だ、やっと。なんでこんなとこ手裏剣あんの。うわ、これラスボスくせえな。うわ、めっちゃピカピカしてる。なにこれ。ラスボスか、ついにラスボスか。うわ、来た。ついに来た。こいつがラスボスのドラキュラか。悪魔城の主ドラキュラか。よし、俺はここまでね、頑張ってきたから。よし、勝つぞ。うわ、なんだこいつ。うわ、
やべえ、なんだこいつ。あ、強っ、あ、強っ。あ、俺でも俺手裏剣なんだった。攻撃が当たんない。え、待って、やばやばやば、こいつ攻撃食らわねえじゃん。あ、食らった。どうやって食らわした今。うわ強マジで。ダメージどうやって与えればいいんだこいつ。何、どっか違うとこを攻撃しないとダメってこと。顔とかが、顔攻撃する余裕がねえんだけど。現れた時ちょっと顔、あー、食らう顔だこいつ。弱点顔だ。ナルシストだから、ドラキュラナルシストだから、顔食らうのダメなんだ。あー、ならえって、お、あー、2個落ちたやった。マジ紳士こいつ、マジ紳士。いって、うわ、強ー、なにその攻撃。まあね、僕のこれまでの悪魔城は全部死んで覚えるっていうスタンスだったから、まあ、あとゴリ押しね。だから今回もね、もう何度も死んでもね、ドラキュラ以上にね、不死身なシモン・ベルモンドで勝ちますよ。いや、まさかのね、炎のとこクリアしたらね、第2回目のね、スーパーファミチキタイムが始まったから。まさかだよ。今、まさか来たな。ついに。こう、あ、なんだ?なんか始まった。なんだこれ、おこれステージ1の BGM じゃん。やべ、かっけえな。なんだ、いた、雷来た、雷。うわ、怖っ。うわ、怖っ。え、時間ねえよ、時間が。やばい。あいつ、顔なんかやばくなってね。え、ドクロみたいな顔になってんだけど。あ、攻撃振らして、で、雷は避けるみたいな。ああ、こう、あ、ああ、時間ねえ。おい、時間ねえぞ。やばい。間に合うか?やばい、あと何十秒。俺一回時間切れで、苦虫かまされてっからな、一回な。あー、やばい。死ね。あと一発か。やばい、時間がやばい。倒した。やったー、クリアしたー。え、時間やべ。おい、早くしね。早く、だから。おい、時間やべって。おい、やばい。よし。危ねえ。やったということですね。今回のゲームは悪魔城ドラキュラ。このゲームはやはりね、名作というだけあって、まあ、面白かったですね。面白さの中にもやはりね、親切心というものがね、悪魔城には結構散りばめられていて、ボス戦の前にはね、必ず肉が落ちていたとかね、やっぱりね、何度も繰り返しやることによって覚えていくっていうのはね、昔のゲームによくある本当スタイル、いい意味でのねスタイルだと思います。
でも一つそんな悪魔城にも欠点があるとするなら、やはりアクションが苦手なライト層のユーザーに対しては少し今難しかったんじゃないかなと思います。やっぱりアクションが得意な方だったりとか、まあアクション普通にできるかなぐらいの人にとってはもう本当に面白いゲームだと思います。ということですね、今回のねコアラポイントなんですけども、今回のコアラポイントは90点ということですね。なぜ10点引いてるのかといえば、やはりその難易度的なものですよね。まあ仮にですけど、難易度選択などが、まあちょっと昔の時代だからまたあれなんですけど、難易度選択などが桃太郎活劇のように、まあ、あれば、そしたらもう完全に100点満点って言えるようなゲームだと思います。ただすごい面白かったです。またねもう一度やりたいかって言えば、ちょっとやってみてもいいかなってね、うん、やりたいかも、またちょっと時間だったらねやってみようかなと思えるゲームです。ということで今回は悪魔城ドラキュラでした。ではまた次回。な、実はここだけの話なんだが、下の登録ボタン、これをクリックするとエッチな動画が見れるらしいぞ。うん、だから押してみよう。うん。